さあ皆さんこんにちは。本日も2021明治安田生命 J1 リーグ第22節広島ガススポンサーゲームサウレッチェ広島 VS 横浜 FC、 ぜひともですねそちらエディオンスタジアムお越しくださいました。ありがとうございます。さあ皆さんね、お待ちかねのレジーナトークショーでございますけども、皆さんね、柵の外側にいらっしゃる皆様、隣の方とのディスタンスをほんの少しでもいいので気持ち上げていただけるとこちらとしてはとても嬉しゅうございます。はい、ありがとうございます。中の椅子もですね、空いてる席は座って大丈夫ですので、はい、ぜひともね、移動しながら、空いてなかったね、ごめんなさい、すみません、ありがとうございます。さあ、それでは早速こちらのサンフレッチェ広島レジーナトークショーを始めてまいりたいと思います。それではお呼びしましょう。今日は佐山桃子選手、上野真美選手、松原志保選手です。大きな拍手でお迎えください。はい、それではよろしくお願いいたします。まずはですね、皆様、名前と背番号とポジションをよろしくお願いします。背番号18番のディフェンスの松原志保です。お願いします。よろしくお願いします。背番号9番フォワードの上野真美です。よろしくお願いします。お願いします。皆さんこんにちは。背番号6番ディフェンスの佐山桃子です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お三方は先ほど裏で喋った時とテンションがちょっと違いますけど、どうですか松原選手。頑張ります。よろしくお願いします。本当にさあ、まずはですね、皆さんどんな選手なのかっていうのをですね、ご自身で言うのもまあこれは確かにいいんですけども、例えば佐山選手のいいところ、ここすごいよ、プレースタイルここすごいよっていうのを後の上野選手、そして松原選手にお聞きするパターンでいきたいと思うんですけど、まずはそのサッカー面でお聞きしていきたいんですけども、佐山選手ってこんな選手だよっていうのをまず上野選手からいいですか。佐山選手は、はい、まあ、守備の、要として本当に粘り強い守備をしてくれるので、本当にたくさん助かる部分もありますし、うん、逆に紅白戦とかやるとマッチアップ、あ、フォワードなんで自分が、うんうん、マッチアップすることも多くて、ちょっと嫌ですね。嫌なんですね、相手にいると。はい、どういうこう嫌らしさというか嫌な感じがあるんですか、そのマッチアップした時は。やっぱりしつこくこう人のプレーでね。はい、大事なことですもんね。はい、ラインがしつこいとかじゃないですよね。違いますもんね。はい、あ、なるほど。じゃあ松原選手、いいですか。佐山選手はすごい見た目がすごい分かると思うんですけど、美人なのに、うん、なんかもう見た目と違ってたらなんかあれかもしれないですけど、うん、もうガツンっていってすごい、なんかコーナーキックとか自分蹴る時とかあるんですけど、なんかそこ出してくれたら自分に突っ込むからみたいな感じとか言ってくれるようなタイプで、すごいギャップがある感じがします。だから佐山選手はファイターなんですか。すごいファイターだと思います。ガツンっていう感じで、ガツガツ、はい、もうぶつかることももう全然構わないからボールをくれと、そういう感じで突っ込めるのすごいなって思います。なるほどね。そういう風にね今言ってもらってますけども、佐山選手いかがですか。そうですね、ボールに突っ込むのは嫌いじゃないので、はい、どのボールでも、もうそれが得点になれば、はい。それ攻撃面、例えばセットプレーの時とかは結構ガツガツいくタイプですか。そうですね、結構あざとか作っちゃうタイプです。あ、だからいろんな選手とそこでぶつかってしまって。なるほど。守備の面でもやっぱりガツガツは自分の中にはあるんですか。そうですね、うん、まあフォワードに前を向かせたくないので、まあその否定になるフォワードに対して枯渇っていくプレーは心がけてます。なるほどね。じゃあもう一つ伺ってもいいですか。それこそ佐山選手が試合をしてます、その時にファミリーの皆さんに自分のここをプレー見といてよっていうポイントありますか。1対1の粘り強い守備だったり、うん、まあ、空中戦を
見ていただけたらなって思ってます。もうそこを注目して見ることによってより試合が楽しくなりますもんね。ありがとうございます。じゃあ続きまして、上野選手のここすごいぜっていうところを、じゃあ佐山選手がいいですか。はい、まあ本当に得点能力、うん、もうシュートが上手すぎて、もういつもシュート練習でうまって普通に声出しながら言っちゃうぐらい、うん、本当に上手です。そうなんですね。もうあのプレシーズンマッチでもね得点をされてますけども、シュートの技術っていうのは高いんですか。なるほど。松原選手いかがですか。そうですね、めっちゃシュートが上手くて、うん、そこにあの目が向けられがちかもしれないんですけど、そのビルドアップの部分でもすごいボールを収めてくれて、ためを作ってくれて、そこから起点になるようなプレーもしてくれます。だからディフェンスラインからそういうことくさびのボールを入れるとしっかりそこで収めてくれるってことですよね。そうです。なんかちょっと浮いちゃって、うん、なんかあごめみたいななっても、うん、こうやってだって収めてくれる、はい、ありがたいです。なるほどね。だからもうちょっとちょっと失敗した雑なボールだとしても上野選手なら大丈夫と。そうです、ちょっとごめんって思いながらちょっと出しちゃう時もあります。その時は声に出しては言わないですか。あ、出した後、あ、やべってなった時は、あ、言ってる時もあります。心の中で言ってる時もあるし、うん、声に出ちゃう時もあります。なるほどね。それ受け取る側の上野選手はどう思ってるんでしょう。その例えば、まあ、もちろんね、くさびでバッてきたボールが綺麗にはまる時もあるんですけど、ちょっと松原選手のパスが浮いてずれたぞ、その時一瞬頭で思うのは。そんな あんまり思うことはないんですけど。よかったですね。そうやって思ってくれててよかったです。でもあれですね、やっぱ後ろが大事につないでくれているボールなので、うん、は大事に自分が収めようと思ってます。さすが。ちょっとお二人がディフェンスのお二人がちょっとほっとしたお顔をされましたけども、ご自身のプレーの中で試合の時にここは見てよっていうポイント、上野選手どんなところポイントですか。まあ、やっぱり得点の部分は見てほしいなと思いますし、うん、まあ、やっぱりゴール前で、ボールに絡んでいるところはやっぱり見てほしいなと思います。なるほどね。常にやっぱり裏を狙ったりっていうのは意識してるんですか。まあ、相手ディフェンスとのこう駆け引きっていうところでは常に意識してます。うん、得点を取った後、やっぱり僕の中で結構クールなイメージがあるんですけども、やっぱ感情はあんまり爆発させないタイプですか。いや、嬉しいんですけど、うん、自分が喜ぶ前にやっぱみんなが寄ってきてくれるんで、まあ、みんなと喜びを分かち合ってます。なるほどね。後からその話も後々しましょうね。よろしくお願いします。じゃあ続きまして、松原選手のここすごいよっていうのを、じゃあ佐山選手からよろしいですか。サイドバックでやっぱ運動量がすごくて、うん、あとはこうポジショニング、立つ位置だったりとかが本当に一緒に、私センターバックで翔が隣にいたら、もう翔がすごいカバーしてくれたりとかして、もう本当にいつも助かってます。そうなんです。もうめちゃめちゃ動かれるんですね。なるほど。上野選手いかがですか。まあ、同じように本当にチームのために一生懸命いっぱい走ってくれますし、うん、まあ、それがやっぱりこう開幕戦の大宮戦でも、うん、そういった積極性があって、得点につながったアシストをしてくれたので、うん、本当に素晴らしい選手だなと思います。いや、もうさっきからその話を聞いてる松原選手が嬉しそうなお顔をされてるんですけども、聞いていかがですか。ちょっと褒められるとすごく伸びるタイプなので、どんどん褒めてほしいです。ね、存分に今褒めてらっしゃいましたもんね。ご自身ではどうですか、その試合中に私のここはしっかり見といてよっていうポイントありますか。なんか特にスピードがあったりとか体が特別強かったりとかするタイプじゃないんですけど、そうやって走力を生かして最後まで上下運動を繰り返して、うん、誰かに点を取ってもらえるようなパスとかを出せるように頑張るので、そこを見てほしいと思います。いやー、もう嬉しい言葉ですね、本当に。プレシーズンマッチね、先ほどお話の中にもありましたけども、プレシーズンマッチの初得点がそれこそ松原選手から上野選手のパスだったんですけども、あのアシストとかどういう気持ちだったんですか。なんかすごいいい形で、うん、その前のところも崩せて、うん、ち
誰か当たってみたいな感じで上げたんですけど、あのまあもうマミさんがすごい綺麗に決めてくれてよかったなって思います。ものすごい綺麗なゴールでしたよね、あれね、はい、上野選手決めた時は松原選手をまず見るんですか、あの時はアシストしてくれた方を。いや、あのまずあんまりこううまく当たってなかったので、あ、足自体に、はい、ボールがどこに行ったかをまず見ましたね。そうだったんですね。で、ゴールを確認してよし来たと、したら松原どこだとこう探したわけですか。すいません、探してる、探してなかったそうだったんですね、なるほど。いやでもね、やっぱりこうプレシーズンマッチでもすごい皆さんの活躍を見れましたけども、ちょっとプライベートな部分で、あの広島っていうこの地じゃないですか、佐山選手は広島出身ですもんね。はい、そうです。けど、あの久しぶりに帰ってこられたとかなんですよね。そうです。いつぶりですか。中学校ぶり。だから中学校までは広島で、そうです。そこから県外に出られて、はい、でまた新たに帰ってこられて、はい、どうですか広島。なんか、あー帰ってきたんだなっていう気持ちでいっぱいです。だからその時の面影ももちろんありながらも、はい、変わってる部分もありましたか。そうですね、うん、広島駅がすごい綺麗になったなっていうのが本当に第一に思いました。全然違いますよね。全然違いすぎて、うん、わすごい便利になったなって思いました。そうですよね、最初降り立った時何なら出口わかんないですもんね、はい。ああそっか、ちょっとタイムスリップしたような気持ちになりますもんね、はい。街中とかはそれこそ行かれましたか。そうですね、うん、何回かは行きました。どうでした。中学校の時も、うん、たくさん行ってたかって言われたらそんなに行く機会がなくて、うん、逆にちょっと新鮮さがあって、あこんなところにもこのお店あったんだとか、このなんかご飯屋さん、あここにあるんだとかっていう発見の方が多いです。だから新たに発見することの方が多かったんですね、はい。いやーなるほど。で、お二方は上野選手と松原選手は広島は今回初めてだったんですか。上野選手、はい、初めてです。どうですか、それを来るまでの広島の印象とかってどうでした。印象、広島、ああこんな場所なんだろうなっていうのはなんか心の中にあったりしましたか。いや、あんまり考えたことなかった。なるほど、来たことは今まではないです。あ、そうだったんですね。じゃあ来てみていかがでしたか。まあ、人もすごく温かいですし、やっぱりあのスポーツの愛が強いなっていうのは感じました、ね。そうですよね、まあ、いろんなスポーツチームもね、もちろんありますけども、今のそれこそ広島での練習環境とかってどうですか。もう本当素晴らしいというか、うん、まあ、選手思いで松田君も本当にやってくれてますし、まあ、本当にありがたいなっていう一言ですね。ああそうなんですね。松原選手は広島に来るまでの何かイメージとかありました。イメージはそのやっぱりスポーツのサンフレッチェと、うん、そのカープがすごい栄えてるっていうイメージでした。なるほどね。で実際に来てみて広島 この空気感を感じてみていかがでしたか。すごい、うん、その応援してくれる人がたくさんいるんだなっていうのがこう分かるし、うん、そのコメントとかもたくさんいただいてすごい温かい人が多いなって思います。広島に来て何か例えば美味しいものだったりとかならではのものとかって食べられましたか。本当は牡蠣を食べたいんですけど、うん、はい、ちょっとまたなんか食当たりとかちょっと怖いってなんかシーズン中はまだやめとこうと思って。なるほど。まだ食べれてないので、うんうん、ちょっとオフの時には食べたいので美味しいところがあればぜひちょっと教えてほしいです。それこそ松原選手のねインスタとかにコメントでもらえれば。あ、お願いします。上野選手いかがですか、美味しいもの食べられました。自分もまあ、生物がちょっと苦手ダメで。ああ苦手だ、うん、でも牡蠣フライを初めて食べたんですよ。はいはい、どうでした。めっちゃ美味しかったです。いやもう顔が物語ってる、今日一撃顔してますよ。めっちゃ美味しかったですね、はい、初めてだったんですね。初めて食べました。なんかどういうこうシチュエーションでとかあったんですか、うん、なんか食べさせてそれをお出ししてくれる機会があったんですか。友達と、うん、行って控えてたんですけど、うん、ちょっと食べてみようっていう、うん、ちょっとね、チャレンジして、うん、したら
みたいな感じでこんなうめえのってなりますよね、はい、びっくりしました。わーでもね、かけて言ったら、ね、佐山先生ちょっと苦手な方もね、そうですね、だからちょっと広島のこのかきっていうのをこんなにもいい顔を知れたら嬉しいですよね。はい、すごく嬉しいです。え、広島に改めて帰ってきてこれやっぱ美味しいなっていうのもありました、佐山選手。やっぱりお好み焼きは本当に美味しいなって思いましたし、うん、もう歩いて本当すぐに何軒も広島のお好み焼き屋さんがたくさんあったので、うんうん、なんかすごい嬉しかったです。ああ、なるほど。あ、広島に帰ってきたんだなみたいな、はい、ありますよね、はい、それこそ県外に出ていた時ってこうお好み焼きと出会う機会ってそんな多くなかったですか。やっぱりそんな多くなかったですし、うん、やっぱり全然お店はなくて、やっぱ広島帰ってきて、あ、やっぱりこれだなって思いました。そうですね、もう散歩歩きはある感じですもんね、はい、でもこれが広島ですもんね、はい、なるほどなるほど。で、広島で、まあ、例えば佐山選手だったら改めて帰ってきてここのスポットとかここ良かったよみたいなとこあったりします。でもあんまりそれこそコロナ禍では出歩けてない感じですから、ね、そうですよね。上野選手も松村選手もそうですか。なんかここのポイント聞いてました今ちょっと油断しましたよね。上野選手、いや、じゃない、松村選手ちょっと油断しました今。めっちゃ聞いてました。めっちゃ聞いてました。なんかここの場所良かったよみたいなのありました。広島の例えば宮島とか、あの、うん、ちょっとまだ行ってないんですけど行きたいところが、はい、あのその宮島で、はい、ちょっとあの船乗って行かないといけないんでちょっとあの時間あるときに行けたらいいなって思って、まだあの大事に取ってあります。あ、もう宮島は大事に取ってあるんですね。そうです。いい、その考えもいいですね、はい、上野選手どうですか、まだ大事に取ってありますか宮島は。あ、1回行きました。あ、もう行かれた、はい、どうでしたか宮島は。初めてですか。初めてです。どうでした。あのまだ工事中の時に行ってしまってそうか今もまだそうですよね。ああそうですよね。じゃああの鳥居はまだ見れてない。はい、なんでまたチャレンジしたいと思います。そうですよね、広島にいる限りは行くこともできますもんね。それこそ佐山選手がこう広島案内とかっていうのは、うん、こうチームメイトにされたことはまだないんですかね。まだないですね。佐山選手が主催するこう広島ツアーみたいなのってどうですか。したいです。だとしたらどういう、 こうツアー内容を組みます。皆さんをこうご案内するには宮島もやっぱり行きたいんですけど、うん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 、ちょっと尾道、ああいいっすね、でちょっとぶらぶら歩きながら、なるほど、尾道ラーメン食べていいっていうのを、猫と出会いながら ね、いろんな雑貨屋さんとかも見ながら、はい、雑貨屋さんとかも行ったりするんですか。もう全然サッカーと離れた話で申し訳ないんですけど。全然行きます。あ、じゃあそういうお店とかも皆さんで、ね、選手の皆さんで行けるのもちょっとまた一つ楽しいですよね、はい、なるほど。こう練習がオフの時とかは松原選手どういう、こう過ごし方されるんです。誰かに誘われたら行くんですけど、うん、誘われなかったら基本的に家でゆっくりしてます。もう何にもしないんですか。それこそゆっくりっていうのはなんかリフレッシュ方法みたいなのはあったりするんですか。いや、なんか寝ること。あ、もう寝るのが体力も回復しなければならないし、はい、一日中パジャマの時とかもある時はあります。じゃあもうそれぐらいもうゆっくり、本当にゆっくりされるんですね。そういうの結構好きなタイプです。なるほどね。もうゆっくりしながらこうなんかテレビなんか見たりして。そうです、好きななんか、そうですね、テレビ見てゆっくりしてます。今ハマってるものとかあるんですか。これはおもろいよっていう。あ、うん、今は、うん、あ、YouTube。 YouTube でもいいですよ。あ、見てます。何見るんですか YouTube って。あ、ちょっと最近ちょっと若い人たちで流行っている、うん、あの5人組のコムドットっていう YouTuber がいるんですけど、それに最近ちょっとハマっちゃって見てます。なるほどね、リーダー大和くんのやつですよね。あ、そうですそうです。やっぱ見ちゃう。あ、なんか見ちゃいます。あ、わかります。でもそれまでも結構見られてることも多いんですね。それまでは本当に見てなくて、おあの妹が一緒に住んでるんですけど、はいはい、ひな選手なんか毎日見てて、妹が、あ、ひな選手から。そうです。なんか自分はそんなん見ひんよ、いいよいいよみたいな言ってたんですけど、ついてるから見てたらちょっと自分もハマっちゃって、うん、なんか自分から今日の早見よみたいないう感じになっちゃって、はい、完全にハマっちゃいました。そうなんですね。じゃあいいですね、家の中でなんかチャンネルの取り合いにはならなそうですね。同じもの見てるんですよね。そうです。今ちょっとそれでそこに関しては仲良くなったと思います。そこに関しては
え、ちなみにお家で喧嘩とかはあるんですか？まあ、ありますよ、そりゃ。あ、姉妹ですもんね。え、すいません、どうなんですか、その練習場とかではお二人の関係性とかっていうのはどうなんですか？練習場では、でもやっぱり結構バチバチ、あ、それはちょっと意識はされてるんですかね。そうですね、なんかいきなりお互いで今見てたやろみたいな感じで言い始めて、もうチンピラじゃないですか。なんか、いや、お互い見てたからそうじゃんみたいな、こっちからしたらなんですけど、なんかお互いで言い合って、はい、なんかやってたんで。どういう状況で今見てたやろ。なんかちょっと肩ぶつかったんですか。ちょっと離れた状態で、うんうん、あ、今お姉ちゃん見てましたみたいな感じで妹が言って、うん、そしたらお姉ちゃんは、いや、あんたが見てたからやろみたいな感じの言い合いから、こうなんか、うん、バチバチのバチバチで。それはそれです、どうなんですか。いや、なんかしょうもないことで、うん、なんか自分たちは普通の会話と思ってても、うん、なんか周りがすごい喧嘩してるように捉えられて、なんか仲良くしてみたいな言われることが多いんですけど、うん、喧嘩じゃないんですよ。あ、松原家ではそれが普通なんですか。普通の会話なんです。はあ。けど周りから見たら、さやま選手、これは喧嘩ですか。喧嘩ですね、あれは。確実に喧嘩ですか。はい、喧嘩でした。なるほどね。もし可能ならば、そのね、松原家の日常をレジーナの公式のツイッターで見たいですね、いつか。いつかね。めちゃくちゃしょうもないんで、やめた方がいいと思います。なるほど。じゃあ上野選手はどうですか、リフレッシュ方法みたいな、オフの日はいかがですか。自分も基本的にはお家でゆっくりしてます。そうなんですね。え、上野選手は山口選手と同級生で同じ高校でしたっけ。中学高校6年間一緒でした。あ、そうなんですね。以前トークショーに出られた時に、もう山口選手がすげえ料理が上手って聞いて、もう山口食堂にたくさん行くっていう話を聞いてたんですね。上野選手はたくさん行かれるんですか。あ、はい、たくさん通わせていただいてます。そうなんですね。それは、あ、もう今日もいらっしゃる、 ありがとうございますね。え、そうなんだ。え、上野選手はどうなんですか、その前のチームでも一緒でしたよね。はい。その時からずっと通ってるんですか。いや、その時はあんまり仲良くなかったんですか。期間は良かった。そういうわけじゃないですもんね。はい、びっくりした。その時は、じゃあレジーナになって、うん、で、あ、サンフレッチになって、そういう機会も増えたってことですか。より、はい、多くなった。じゃあちょっと山口食堂おすすめナンバーワン教えてください、上野選手的。何でもいいですよ、もう全然向こうの気にしなくていいんで。ありますか、これ美味しかったよっていうのがあれば。まあ、エビチリが美味しかったですかね。エビチリ、はい、そうなんですね。バツって出てますけど、なるほどなるほど。あ、でもそういうリフレッシュ方法をね、はい、されてるわけですね。佐山選手はどうですか、リフレッシュ方法は。私はベーグルが好きで、うん、休みの日にベーグル屋さんに行ったり、うん、パン屋さんとか近くに行ったり、インスタですごい検索して。あ、もう広島ベーグルで。はい、はい、へー、なるほど。もう自分でそれこそたくさん通われるんですか。そうですね、結構行きました。あ、じゃあもう自分の中で、はい、ラインナップみたいなのも、はい、じゃあ発表できないですよね、それをね。ここは、一つここ美味しかったってことあります？市内にあるワイルドマンベーグル。聞いたことあるかも。これはもう、すっごい美味しいです。そうなんですね。じゃあ、オフの日はそれこそベーグル屋さんを回ったりして、はい、そういう休日を過ごされてるわけだ、はい、なるほど。で、そういう休日ね、オフの日、しっかりリフレッシュして、まあ、戦いに、試合に行くわけですけども、まあ、プレシーズンマッチ、結果がですね、4試合終えて2勝1分け1敗、この結果いかがでしたか、佐山選手。まあ、うん、課題もありましたし、はい、まあ、それでもやっぱりちゃんとこうやっていかないといけない課題がしっかり見つかったので、うんうんうん、まあ、それに向けてリーグ開幕に向けてしっかりみんなで準備していけたらなっていうふうに思ってます。なるほど。やっている中で、あ、ここはとか改善ポイントもたくさん見えたってことですもんね。じゃあもうシーズン開幕に向けて、まあ、そこに向けて今グッといってる感じですか。はい。いやー、楽しみですね。上野選手いかがですか、プレシーズンマッチを受けて得点もねありましたけども。そうですね、まあでも満足いく結果ではないと思うので、うん、まあ本当に
レジーナらしいサッカーというのをあの皆さんに、お見せできるように、うん、しっかり開幕までにいい準備をしたいなって思います、もう僕たちとしてはもうそれこそ上野選手の得点、これはね本当に見たいところで、そしてもう一つお願いするのであれば、得点を取った後にねすごいクールにもう本当に、ね、ちっちゃいガッツポーズをされるんですけども、ゴールパフォーマンスなんかね我々としては見たいなというふうに思うんですけども、どうでしょうか。見たい、皆さんもねやっぱり見たいですよね、ゴールパフォーマンスね。なんかそれこそ松原選手なんかいい案あったりします？いやもう本当に絶対にやってくれないと思うんですけど、クールなんですよね。はい、クールぶってるんですけど、ぶってる、もう本当に絶対やってくれないと思うんですけど、例えば どんなんですか。なんか、まあそのすごい男子のすごい選手とかがやってる、はい、もうコーナーのフラッグに向かって走っていって、もうロナウドとかよくやってるこういうやつですよね。絶対にやらないと思うんですけど、もうそんなんやってくれたら多分みんながすごいもうこうやってなると思います。でもゴールパフォーマンスでも自分たちの士気って上がるもんですか？そんなことないんですって上がると思います。でもちょっと見たいですよね、僕らとしてもね。その一緒にこう喜ぶポイントってやっぱりあるじゃないですか。その一つとしてゴールパフォーマンス見たいですね。はい、どうでしょう佐山先生、なんかこういい案ありますか？シオが言ったようなやつもやってほしいですし、まあ、あの山口選手のようなあの可愛らしいあれもねジャンプしてやるやつもちょっと見たいなっていう、見たい。上野選手どうです？それはそれはちょっとできないですね。そうですよね。それこそ前回のトークショーで山口選手ここでやってましたよ。ちょっとあの真似はやっぱダメだった。あ、そうかそうか、オリジナルじゃないとね。はい、そうそう。じゃあオリジナルでちょっとそれこそそこまでオーバーじゃないにしても何かしら一つどうしましょう、何か考えません？松原選手どうですか？控えめな、ちょっと控えめなやつがありますかね。お、ありましたか。ありました。ありました。ちょっと見せてもらっていいですか？あ、これは見たい。ね、弓矢をね。あ、そういうなら絶対にできると思うんで、マミさん。きっとできると思います。どうですか、上野選手。あの、前向きに考えてください。断る時の、あれじゃないですか。でも前向きにね、検討していただいて、ね、ゴールパフォーマンス、この矢を射る、ね、みんながやってるやつもいいですし、ね、山口選手のぴょんぴょんでもいいですし、シャーでもいいから、我々は期待して待ってますんで、よろしくお願いいたします。はい、もう早いもので、もうめちゃくちゃね、聞きたいことたくさんあったんですけども、9月に開幕します、ウィーリーグに向けて最後にね、一言ずつ頂いてもよろしいですか？じゃあ、松原選手から。はい、9月までもう残りが、2ヶ月ぐらいになってしまったんですけど、自分たちが目標にしているのは優勝なので、それに向けてまだまだたくさんの課題があるんですけど、みんなで一緒に力を合わせてそこに向けて頑張っていきますので、応援の方をよろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。目標である、優勝のために、日々努力して、サッカーを愛する、皆さん、そしてそれから、レジーナを、応援してくださる、ファミリーの皆様にも、レジーナのサッカーの魅力をお伝えできるように頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。もっとレジーナのことを知ってもらうためには、やっぱり結果をしっかり出して、あ、また見に行きたいなっていうプレーをすることだと思っていますので、チーム全員でしっかりと準備して頑張っていきたいと思いますので、温かいご声援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。もう本当にね、もう松原選手のインスタの見せとかしたかったんですけど、もうね、見てみて、みんなフォローして見てください。松原選手がすげえ顔して3枚目に映ってるんで、誕生日に水かけられてすんごい顔してるんで、まあそんな話もね、選手たちのプライベートともたくさん見れますので、まあ、ぜひともですね、そして我々はレジーナしっかりと応援していきますので、ぜひ期待します。本当によろしくお願いします。
今日はですね、お三方に来ていただきました。佐山桃子選手、上野真美選手、松原潮選手でした。大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。もうね、本当にいろんな話お聞きすることができました。ありがとうございました。それこそね、先ほども言いましたけども、もうピッチ外のことたくさんSNS 等でもありますのでね、皆さんチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。さあ、こちらのねステージまだまだね続いてまいりますのでね、最後までお付き合いよろしくお願いします。